湿った空気が流れ込みやすい状況が続いています。台風接近前からまとまった雨量に注意が必要です。森田さん、台風接近前から雨量がまとまる恐れがある、はい、ということですね。そうですね、まあ、明日以降は台風の一番外側の雲が、沿岸部にかかってきて、それがこう 強くなるという心配があるんですね、はい。皆さんからいただいているリポートに衛星画像を重ねたものがこちらなんですけども、はい。これをちょっと皆さんの画像を撮ってで撮らせていただいて雨の予想に切り替えさせていただきます、はい。まあ、そうするとこんな形なんですけども、湿った空気って何ですかっていう話になるんですけども、はい、台風自体が湿ってる、これはよくわかるかと思うんですけども、はい、今現在も日本海側を中心にこう前線帯ができているところで、これ湿ってる、色がついてるところ、濃くなるほど湿りが大きいということなんですけども、はい。台風の外側にもちょっとね、こういった湿ってるものが見えるんですが、これ風を重ねていきますと、台風はこう反時計回りになってるんですけども、まあ、こういう回転をしてるわけですね。で、一方太平洋高気圧がこういった流れをしてますので、ここに高気圧、ここに台風、というふうにあって、まあ、この辺がまあ前線帯になってるという状況になってるんですけども、この辺り着目していただきますと、これがまず日本近辺に来る、でその後この本体の雲がかかってくるというような、まあ、そういうことが明日、それから明日にかけて起きてくるんですね、はい。でそうなるとこの雨雲がどう変わっていくのかということなんですけども、はい、今こうね動かしていってるんですけども、明日台風のこの外側の雲が、お昼頃になってくると、西日本東日本の太平洋側にかかってくる。でその時にちょっと風を見ていただきますと、この南東ないし南東の風っていうのがかかってくる。そうするとこの辺り色が、黄色になってきますよね、はい。明日のこれ夕方18時を示してるんですけども、台風の外側の雲がかかる、そして南東の風が、吹き込んでくる。そうしますとこの辺にこう山が紀伊山地、それから四国山地とか九州山地があるわけですが、はい、その風にこうね、風が山のところで、こうぶつかって上昇流を発生させることによって雨雲が強化されるというような状況になってきます、はい。ということで、明日は、遅くなればなるほど、時間が遅くなればなるほど台風からだいぶ離れてはいるんですけども、太平洋岸の山のところで南東斜面と呼ばれるところで、雨が強くなってくるというような状況になってきます。はい、ご覧の通り太平洋側を中心に湿った空気流れ込みやすく雨量まとまる恐れがあります。この後もその雨の降るタイミング、強まるタイミングなど詳しい気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認ください。